では皆さんこんにちは、いつもいろんなゲストに来ていただいていろんなお話を聞いてます。今日は千葉大学4年生の亀崎芽衣さんです。こんにちは。千葉大学法制系学部法制系学経済学特進プログラム所属の亀崎芽衣です。法学と政治と経済と経済と経営のコースがあって、もう全て学んでるんですね。あで、実は芽衣ちゃんはですね、この春から京都大学の大学院に進まれるんですよね、はい。まだ勉強したい。まだ勉強したいですね。あすごいですね。まずじゃあ、そもそもその私が出会ったその3年前に、あの時は2年生か、1年生の時に初めて知り合いまして、英語が堪能で、いやまだまだ英語もJICA の皆さんのね、徳之島フィールドワークの、研修に参加していただいたんですよね。でそれが始まりで、今徳之島のここは今どこかというと虹の海さんでお庭でお話を聞いてるんですが、徳之島に来たのはもう4回目。そうですね、4回目。4回とも虹の海でお世話になってるんですが、そもそも徳之島に来ようと思ったきっかけは何ですか？きっかけはボランティアです。ボランティア。何で知ったんですか？インターネットで。いや、教授でそもそもボランティアの科目っていうものが千葉大学にあって、グローバルボランティアって言って英語を使ってボランティアをしようっていう授業があって、その授業に関心があったので、とりあえず先生のところにその履修相談をしに行ったんですよね、そしたら、その環境問題に関心のある女の子がいて、で先輩にこの虹の会にこうお世話になってる先輩がいらして、ちょうど紹介を受けたところなんだけど行きませんかっていうふうに言われて、お友達、先輩誘われたんですか？そうですね、教授が声をかけてくださって、まずその時は行くって決まってなかったんですよ、で、メンバーがいたら行くことにしようかなみたいな感じで、でも関心があったのでこれ行くしかないなと思って、一番最初行きますっていうお返事をして女の子と二人で来たんです。めいちゃんともう一人お友達がいましたよね、で、彼女も去年も来てましたよね。彼女去年も。そうですよね。で、彼女は3回来て、で、めいちゃんはもう4回目。よっぽど徳之島気に入ったんですね。そうですね、で、徳之島で、虹の海さんで来ると大体いや、あと1ヶ月くらいいるんじゃないですか。そうですね、だんだん伸びてます。そうですよね、で、今回どれくらいいるんですか？今回40日。1ヶ月超えてますね。超えました。お、すごいな。徳之島何を学んでますか？ざっくりと、あまり難しいことをおじさんに言われるとわからないので聞いてる人はわかるかもしれないですけど、徳之島でですか？徳之島でまず学んでること。いいですよ、いいですよ。基本的にはこっちに来て、実地で学んでるのは、本当に、農業したりとか、環境保護実際にやったりとか、農業したり、じゃがいも掘りもしてるんですか？じゃがいも掘ったり、炭管の木に登って木を切ったり、してます。あと牛引いたりとか、牛引いたり、あ、競りにも行ったんですか？競り行ってきました、この間。恥ずかしながら僕は行ったことないですね。楽しかったです。ああ、値段が決まっていくんでしょ？で、その時ちなみにいくらぐらいで売れたんですか？いくらぐらいでしたっけ？60万ぐらい、70万ぐらい。今ね、報酬のお値段いいですからね。あ、64万円で69だそうです。69ね。おー、すごいですね。私が引いた牛が69万だったわけね。そんな経験で千葉にいたんではできないですもんね。できないです。できないですよね。で、出身は東京で、東京はどこなんですか？東京は世田谷区です。世田谷区。そこから千葉大学に進んで、で、この徳之島に、ある意味フィールドワークですよね、で、来て、やっぱり環境が違うので戸惑います。どうだろう、もともと里山とかに通っていたことがあったので、そんなに戸惑ったりはしなかったですね。もともと馬の世話が好きだったっていうのが、馬の世話が好きで、今牛引いて焼酎は馬の世話してたんですよ。焼酎は馬の世話してた？ボランティアみたいなので、なるほど、そういう動物の世話をするのがあって。めいちゃんは兄弟何人ですか？兄弟は妹が1人。あ、じゃあ妹と2人。じゃあ妹さんはじゃあ東京の方に、東京にいるんですね。さあ、では徳之島で4回来て学びました。で、学んだことをこれからじゃあどういうふうに生かしていきたい、どういうふうに生かしていきたい、
質問がちょっとおかしいですね。これからじゃあ、まあ、あの徳之島の還元というのはまた後でお話を聞きして、じゃあ将来どういうお仕事を目指すんですか。今学んでいるその政治も経済も経営も、法律も全てですよね、学んで、どういうお仕事になってるか、どうしようかなって思ってるのが正直なところ。なんか選ぶ選択肢がいっぱいありすぎて、まあ、それもあるし、まだ自分のやりたいことがこういっぱいありすぎて、どれに絞っていいかわからないっていうのは正直あります。どれをしようかわからなくて、千葉大学を今卒業した後にこれから京都大学大学に行く、もうちょっと勉強しようかなと。いやお父さんお母さん、もうそろそろもうお仕事したらって言いませんでしたか。言いませんでしたね。すごいな。両親もそもそもやっぱりこう、うん、調べるとか勉強するっていうのがやっぱり好きなタイプの人だったと思うので、うんうん、なるほどね、はい、じゃあもうめいちゃんがこういうことをしたいって言ったら、もうやりたいように今しかできないからって後ろ顔してるんですね。はい、言ってくれます。お父さんお母さん徳之島に来たことはないです。ないですか。一度じゃあ連れてこなきゃ。徳之島でじゃ あの一番4回来て美味しいものになる、一番美味しいもの、え、でも何でも美味しいですよね。何でも美味しい、何でも美味しい。でも東京にはないものがいっぱいあるでしょ。東京にはないものがいっぱいあります。だってその辺の草、まあ、草じゃないですけどその辺の、まあ、野草、薬草だったり野草を取って食べるでしょ。しね、それ普通にね、島の人はね、うん、長兵衛草とか、そう、なんかいろんなのがあって、こっちに来て面白いのはあれですよね、はい、そのいろんなお宅に行かせてもらうと、必ずなんかこう出してくださったりとかして、そう、それぞれの食べなさい食べなさい、そうそうそう、はいはい、あの手作りのご飯とか出してくださって、うん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 、どこのうちも美味しいんですよね、すごく、うんうん、味が違うね、だなって、それぞれの味があってね。じゃあ逆にあのめいちゃんが徳之島に来て、で徳之島の、あ、ここは変わってるな、私の、あ、今まで南の島をイメージしていた南の島とはちょっと違う、あ、まあまあ、例えば、牛がね道を歩くなんていうのは来て初めて知ったでしょ。そうですね、犬の散歩のように牛が散歩してる、まあ例えばそういうことです。何か、あ、これは、まあ、じゃあもっと言うと、これおかしいですよと、島の人これおかしいよと、難しい、もうなんかだいぶ4回も来たらだいぶ慣れてしまった、慣れてしまった、そうか、1回目ですよね、そうだよね。例えばめいちゃんに話をするときはこうこうこうで話すのをするでしょ、うん、でも私はみのべのお父さんとお母さんの話をすると島内バーッと話をするでしょ。そうですね、みーちゃんの話をまた標準語で話をするでしょ、うん、それもよく考えたらおかしいですよね。そうですね、え、そう、でも聞き取れるようになろうと思って、えらい、そう、ちょっとね、あの、うん、調子なんかを読んだりしているんですが、なかなか、なかなかこれは標本の文字とは音とか違うので、そうですよ、難しいですね、勉強するのも一苦労ですね、まあ、いやでもまあこんだけ4回来るとね、なんとなくその徳之島の、うん、あのイメージが、うん、あ、こういう島なんだなというのは分かると思うんですが、じゃあ例えば4回来たメイちゃんが、あ、徳之島はこうあってほしいな、こうあってほしい、こうあってほしい、あ、でもこうしたらもっと徳之島って楽しいんじゃないかな。いや、でもやっぱり徳之島に来て、うんうんうん、やっぱり一番の魅力ってみんなこう、はい、なんていうか、それぞれ違うけど、うんうん、徳之島はこう割と好きなんですよね、みんな、っていうのが結構魅力かなと思っていて、はい、徳之島みんな好き、そう、なんていうか、その徳之島はここがなんていうか、こう微妙だよねみたいなことを、うん、もう、まあ、口では言うんですけど、はいはいはい、結局どっかでやっぱり徳之島好きなんですよ。ああ、みんなっていうのは周りのみんな、そうですね、まあ、事務所の方はもちろん徳之島大好きなんだろうなっていうのがすごくひしひしと伝わってくるし、なんかよくこうご飯とかで、ね、他のお宅とかに連れて行ってたんですけど、なんかそういう時もこうどこのお家に行っても、まあ、きっとこの、まあ、例えばこの土地だったりとか、この地域だったりとか、そのこの島だったりとか、きっと好きなんだろうなっていうのがこう片鱗から出てくるんですよ。やっぱりそういうのってこうそこの土地に愛着があるから出てくることなので、そう、やっぱり地域のつながりもきっとあるんだろうし、っていうのがすごく、東京にはあんまりない、あんまりないですね。隣のお家の顔もよくわからなかったりするので、そうですよね、今はね、うん、私小さい頃は隣の子の名前とかも言えたんですけど、今も入れ替わりが激しくて全然わからないので、
隣の人がどなたが住んでるのか分からない。そうですね、前は名字とか言えたんですけど、うん、今もうちょっと怪しい、名字言えない、名字も怪しい。そう、うん、隣の人よ、隣の人。じゃあ、徳之島の今お世話になっている虹の会さん、うん、虹の会さんのスタッフさんって優しいですか。そうですね、皆さん皆さん優しいです。皆さん優しいです。個性豊かで個性豊かで個性、まあ、虹の会はね、島の自然を守ったりとか、これから世界自然遺産を、まあ、目指している島なので、天然記念物を守ったりしている、皆さんなんですが、大きい声じゃないですか、虹の会のメンバーそれぞれが天然記念物なんです。そう、こう覗く感じで、はいはい、で農業をしたりとか、その、まあ、島の生活にも今あの馴染んでるという話を聞かせてもらったんですが、山も行きましたでしょ。山も行きました。山も行きましたね。で、山に行ってどんな感じでした。山に行ってどんな感じ。当然、まあ、緑が豊かで、うん、希少動植物がいっぱいいるんですけども、その中でも感じたこと、中でも感じたことですか、うん、やっぱりそもそもこう関東の方の出身なので、はい、こう、まあ、どっちかっていうと針葉樹の方が馴染みがあるタイプなので、こっちに来るとやっぱりこうまず植物の種類が違って香りが違うんですよ。森の香りが違うんです。それがすごい私好きで、うんうん、なんかあんまりこう正直動植物の名前覚えるの得意じゃないんですよ、はいはい、だからこれ何度も同じ名前を聞いてあんまり覚えられないんですけど、うんうん、そうなんて歩いてるとやっぱりその雰囲気が違うとか、はいはいはい、やっぱりそのこう何て言うのかな、やっぱりレアな植物が見つかるとこう周りのみんなも嬉しそうだし、うんうん、こうやっぱり綺麗なんですよね、うんうんうん、まあ、地味なのももちろんあるけど、うんうんうん、なんかそういうこう発見みたいなのはやっぱり森に行くと楽しいです。めいちゃんが、徳之島のこの森は素晴らしい、ここは大好きだっていうところどこですか。好きだ、どこだろう、でもどこも好きです。どこも表情が違うので、ここってはあんまり言えないです、はい、どこに行っても面白いし、あ、じゃあもう大体の山は回りましたでしょ。当然クロウサギさんのいる山くびり線とか、あと峠とか三京とか萩岳と、まあ、萩岳には、ね、うさぎさんはいないか、いるのかな、どうなんだろう、 いますか、いるんです、うん、萩岳とかね、いろんなところ回ったと思うんですが、そうか、じゃあぜひその素晴らしい自然をお父さんお母さん妹さんにも見せてあげたいですね。そうです、ぜひ